はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回はさあ、仕事の時間よ先生。まあ、これらもあるんですが、卵は半熟のままがいいですか？サニーサイドアップ、それとも卵焼き？ご飯はちゃんと食べてますか？何か作りましょうか？いいですね。今回はメインストーリーやっていきたいと思います。イベントかな？お帰りなさい。違う。先生、一緒にこれまでの思い出を。お疲れ様です。温かい食事をご用意しました。うん、よし、今日もいい天気ですね。メインストーリーです。ついにエデン条約編、やっていきたいと思います。一章補修授業の前半ぐらいまでかな。名作と言われるエデン条約編、いよいよ入りたいと思います。うん、そうだな。そうなんですよね。近いな、遠い。だからエデンなんだろうな。え、なんだ？マジかよ。せいや。こういう話になりそうだな。ティーパーティー。そして院長。いや、銃弾？なになに、あずさが何やってんだ？オープニングですね。見ましょう。まず補習事業部からスタートですね。おこはる、これピンク髪だよな。後ろにはピロロが。なんで？お、花子が、浦和花子。どうしたんだ、小春。そして、ひふみ。
手を寄せ合って退学を防ごう。1週間しかないのか。花子、本当か？敏感な部分を寄せ合うはやばいな。本当だ。やばい。確かに仮説か。ハイプロのブルアカレスラーって出るんかな。花子とかえぐい攻めやってきそう。確かに。さて、なぎさ、切富士なんて言うんだ。そしてみそのみかですね。みそのユータレジャービル。二人は幼なじみ。ティーパーティー。結構テンポよく進んでいきますね。ここまでは思った以上に進めるかも。シュシュがなかなか可愛いですね。ミカ、なぎさはすごいな。髪のあれかな。ん、あれ、たなびたいこと。って言ってもトリニティの生徒会だからな。うん、確かに。さすが先生、さす、さそうになるさす線。なるほど、トニーティーの争いを解決するものだったってことか。それがティーパーティーの元祖だったと。うるさいですね。どっかで聞いたことがある。確かに、そりゃそうだ。ご中佐、ロールケーキ、ロールケーキ大好きですが、ぶち込まれると嫌だな。怒ってる、なぎさ。なぎさの、なんだったっけ、メンタルじゃない。イラつきは。怖い。二面性がある。そうだよな。まあ、ミカも話を聞けよ。簡単なこと。うん。これ、さっきの補習授業部のシーンより前の次元ってことだよな。文武両道激アツプリンセス。天条約って何なのかがまだ分かってないな。え、宅配便の配達までやってたんだ。
先生本当に激務すぎだろ。ブルーレイディスクがもう流行ってる世界だよな。なんか保存100年持つブルーレイディスクっていうのが開発されたっていうニュースで聞いたことがあるな。こっちかな。うん、救済本当？断罪じゃなくて救済なのか。うん、まあ先生は断らないだろうな。なんか腹に一物持ってんな、なぎさ。受け取る。愛か。知ってる人がいるんだろうか。というか、まあ、ひふみが知ってる人なんだけどな。またおなファースト。ん？ 2 人いんのか。せいやか。あ、三党体制なんだ。ティーパーティーって。ちょっと妙だな、いないのは怪しい。そっか。うん。そして補習授業部かな。行きましょう。パン。ははは。なんかな、このひふみってアニメひな祭りのやっぱあれみたいだよな。本土楓ポジションだと。今んとこね、本当はどうかわからないぞこれ。さあ、ひふみ、思えない事情。え？それはお前が悪い。テストサボんなや。なあ、ひふみって優等生、それなりの優等生なんだ。この人は部長ね、ファーストさん。やばいな、だってブラックマーケット行ってる人だからな、怖いな。行ってみよう。お、同期、小春。
小春は正規実現委員会なんだ。ひふみが帰宅部だったよな。トリーティーの。そうだね。片側の背中がめちゃくちゃパックリ開いてる。コミックガールズ思い出すな。この二人やと。おっと、花子。ピー。どうや？結構危ない人物だな、花子。ルパン。水着姿なんで、本当に水着つけてんの？まあハレンチだよな、わかる。あずさ、ん？はすみじゃないか。お、捕まった。結構危ない人物みたいだよな。怖っ。シューシューって。わかる。便利屋でも危険な人物いるけど、このあずさも相当危ないんだろうな。お、はすみ。信用してないな、小春は先生のこと。1年生か、この人だけ。ダメだよな。これはやばい。足引っ張りそう。
すごいメンバーだな。それぞれが全然違うメンバー、ミステリー要素もあるのかな。自己紹介、そうだな。まずはこの、まあひふみ以外はよくわからないわけだしな、実際のところ。ちょっと花子がわかるぐらいかな。遺伝条約編は長いですからね。合格か、大丈夫かな。うん、そうだよ、そうだな。リタイアはダメなんだよな。転校生なんだ、あずさって。ギスギス、いいと言ってもね。普及のために一つ上、欲張りすぎだよな。なるほど。まあとはいえ全員合格しないとダメだからな。協調性に欠ける感はあるかもしれない。そうだよな、あずさはあずさで自分持ってるよな。これがどう出るか。そうだな。第7話まで来ました。回数判定法、いい子やん、花子は。え？ふみは何考えてんだろう。花子やるやん。へえ、そうなんだ。古代語か。
フラグを立ててんのかな。うん、合宿？そりゃそうだよ。早くも試験。どうなる？もう汗が出てる、ひふみ。小春。60点か。うん。あら？開始時じゃないよ。11点やばすぎるだろう。嘘だ。似てん。やばいだろう。水面下に揺らめく影、流れが変わった。ティーパーティはい、ミカさん。
退学？なんと、なんで、なぎさ、裏切り者？嘘だ。遺伝条約締結を阻止するやつがいるんだ。で、条約が何か。ケアとトリニティの同盟条約だろうな。紛争。同盟というか、なんだろう。停戦というか、不戦条約。確かに。おー、なぎさ有能。本当？え、マジで？確かに。おいおい、きついな、これ。これ大体なんか自分の予想だけど、これはえ？何それ？え？ルールを変えるってどういうことだよ。ちょっとひどいな。おい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 、願うだけって。うん、これ絶対これ邪魔するやつ、自分の予想だけど。この渚じゃないかなと思ってる。それの、ゲヘナに対して折り合いないっていう理由付けに補習事業部使おうとしてるんだろうと思ってる。渚はそのスケープゴードに補習事業部はされてるんじゃないかな。全然情報わからないんで、本当多分大外れかもしれないけど、ちょっとひどすぎるな。お、合宿だ。行きましょう。
え？え？じゃあダメしけ。夜は夜になったら東方。本当だ、あずさがいない。ん？最近？なんか、なんでそういう気さえ危険性あるんだ？おいおい、え？何でしょう？どうせエッチなことやろう？お掃除？確かに。ん？確かに。そうだな。いいよ。お、外だ。いいなぁ。お、あずさも。そして結局これかよ。え、偉いやん、意外。テンポよく進んでますね。エデン条約編の序盤は、そうだな、雑草。
え、なんかむっつりだな、むっつり。何を考えてるのかな。うん、結構いいや、あずさ。食堂がある。プールか。あー、やばい。バニタスバニタウン、すべては虚しいものであるか。遊ぶ？確かに。寝てもいいか。おお、あれ、何個は？感じ？
掃除してる、あずさちゃん。綺麗になったよな。確かに。うん。おや？先生の夢かな？誰だろう。お、ひふみじゃん。うん、確かに一人で、ね、抜けるシステムでいいやんって思う。連帯責、なんで連帯責任なんだろうな。行ってみろ。なるほど、本当はそれを狙ってるということか。シャレとつながってた？あ、はいはいはい。先生とな。ひどいな。ひふみはゴミって言ってるようなもんや。
そうだよな。瞳悟空じゃん、こんなの。うん。花子だ。大丈夫かな？ん？なんか花子妙だな。12話まで来た。そういう問題じゃない。1週間後か。ん？小春？へえ。この音楽もいいな。お、花子何もペン動いてないやん。大丈夫なのかこれで。
4点。ヒュミだけだな、これも。そんなに傾向は変わってない。褒美？クラオグッズやろ、どうせ。モーフレンズ？なるほど、ペロロってモーフレンズの登場人物の登場キャラクターの一つなんだな。いらんよな。おお、はい。正規実現委員会の副委員長？なんだろう。ん？お？何？
なんで？え？どういうことだ？小春。本当だ、びっくり。違うとは？話が合う。え、なんでだろう。本当？今はちょっとまだ。え？さあ、次。行きましょう。15話ですね、気がつけば。本当？書く？じゃあダメ、死刑。そうだな。三つ？なんだろう。本当？スパイ？例えば嘘から出た誠だったりして。何回かしか会ったことはないんだ。あの聞いてよ。うん。でも言わざるを得ないよな。さて、本当にそうだったら、お。ハスミだ。あ、そうなんだ。ん？なんだ？ハスミ。
え、なになになに、ちょっと時間待ちすぎなんじゃないの、小春本来のないで、本来の役割を忘れないでとかかな、正義実現だか、それではダメ、え、何これ、なんだなんだ、はすみ、妙だ、16話、ピント、それはちょっと無理が、めちゃくちゃだな、せいちゃん、あ、はいはい、ティーパーティーは3人のうちを1人か、どこかな、さあ、なんか過去に秘密があるな、束になって保管、カンニング、
違う。そういうことか。お、どこ行ってんだ？あ、合宿場ロビーか。お、花子が。ミカだ。なんでミカ来てんだ？裏切り者？取引か。なんだ、何の話だったっけ。あ、確かに。お、確かにな。お、取引？なになになに？え、誰だろう。本当なのか。え、どういうことだ。それは知らんかった。え、な、何それ。裏切り者なのか、ミカ。あずさか。でもそうは見えないけどな。お、あ、話し合う。な、なんと。え、アリウス、アリウススクワット。
え？おお。すごい涙目になってる。ということで、エデン条約編第1章ですね、終わりました。ミカから最後とんでもないことを聞かされましたね。で、アズサを守ってほしいと。いうことで、果たして次回、どのような、この2章はどのような話になるんでしょうか。だんだん暗雲が立ち込めるような展開になってきましたね。はい、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひアカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ブルーアーカイブ、お送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。